この後デデンネ選手対ユーキングワイキン選手の一戦をご覧いただくわけですが、はい、ユーキング選手は一旦我々見てますよね。そうですね、一度は、はい、あのジャオーガのデッキを使われていて、はい、予選ラウンド9ですかね、はい、そうですね、最終ラウンドでしたね、はい、一方デデンネ選手ってわ今回はまだ見てないですかね。で DMGP エースのアドバンス部門で優勝した方ですね、はい、そうですね、なるほど、 ありがとうございます。デデンネ選手は DMGP エースデイ2で関ボン選手に勝ち優勝していると、はい、デイキングマックスには、はい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 、というデデンネ選手と、おっしゃっていただいたようにクライマックスジャオガを使っている、ユーキング選手、はい、これあそこでもデデンネ選手だからデッキ我々は分かってはいないわけですね。分かんないそうですね、はい、今コメント欄で若干アナジャミラーかなみたいなのが出てますけど、ちょっとまだそれが本当かどうか我々分かってないところでございます。お二人とも2019年の全国大会の出場経験がある選手になってますね。2022年に行われた2019年の日本一決定戦、だいぶお待たせしてしまったやつですよね、数年越しにのもので、そうですね、直接対決があったかまではちょっと把握してないんですけど、はい、その会場に2人ともいたっていう強豪の中の強豪の選手になってます。当然お二人ともね、強豪選手が何回かもう当たったことは過去にきっとあるでしょうし、あるかもしれませんね、見知ってる中ですよね、はい、きっとね。あ、デッキ、はい、もうなんか、あ、デデンネ選手は水闇魔道具です。なるほど、あってことはあのボゲームとか使うタイプですかね、はい、ということは若干水闇魔道具の方が有利かもしれないみたいなことありますか。そうですね、はい、ただその、はい、やっぱりお互い両方環境トップのデッキになってますので、今そのデッキパワーとしては申し分ないもの同士のぶつかり合いになるので、はい、あとユーキング選手はやっぱり独自のチューニングを施すのが結構その特徴のある選手なのかなと自分は思っているので、どういったところでその不利な水闇魔道具に対してのキラーカードを用意しているのかとかプレイングを用意しているのかっていうのはちょっとなるほど、はい、楽しみにしたいですね。いくつか上がるデッキの中に確実に入っているデッキ同士ですから、はい、お互いもうそこはもう死ぬほどこすりまくってますよねこの対決ね。そうだと思います、はい、なんで素晴らしい多分ね、は腕前の冴えが見れるんじゃないかなと思ってます。この後繰り返しますが、ベスト32にデデンネ選手とユーキング選手の戦いをご覧いただきます。はい、あの実況解説、あのいつも通り2人に素晴らしい解説をしていただくと私がわちゃちゃ邪魔をするという構図でお送りしますので、よろしくお願いいたします。いえいえいえ、3人でお送りしていきます。はい、いやー32だからあと2回勝てばベスト8プロモなわけですよね。そうですね、はい、これ含めてうわ、はい、勝ちてが絶対脳みそのどこか 5% ぐらいはありますから。ああ、そうですね、あるかもしれないですね。人によっても9割くらいあるかもしれないですよね。はい、そんな一戦のスタートが刻一刻と近づいております、はい、ぜひ皆様もね、あの応援の方よろしくお願いいたします。我々皆様のコメント見ながらお送りしております、はいはい、デデンネ選手の今情報入りました魔道具、かなり特徴的なカードが入っています。なるほど、 UK パンクではないですよね。 UK パンクでは入ってないんじゃないですかね。そうですよねブリタニアもしかしたら入ってるかもしれない。 あるかもしれない除去カードで、いやどうなんでしょうちょっとまだわかる、そこはぜひね、お楽しみにしていただければと思います、はい、我々も本当に今分かってない状態ですので楽しみでございます。はい、で今ジャッジの方からですね、まあ、多分ね放送に向けたですね、注意というかお願いですよね、はい、なんかマナのタップはお願いしますねとかそういうことをお伝えしていると思います。はい、いやー32まで来ちゃいましたね。そうですね、ついにもう、もうあれよあれよという間に、うん、そうですね、まあ、あとまあ、まだ5回あるのかっていう、多分選手側に対してまだ我々のこう、あ、もうあと5回しかないんかみたいななるほどなるほど、確かにね、立場によって変わりますよ ね、大持ちも違うのかなと思いますね。確かにそうですね、いや本当でも本当ずいぶんいるなと思ったけど、あっという間に来ました ね、ここまでね。そうですね、で、さっき2019年の日本一決定戦お互いに出場した経験あると言ってたんですけど、はい、ユーキング選手に関しては超 CS で優勝されて、あのこの間の超 CS で優勝されていたので、はい、2023年の日本一決定戦にも出場が決まっているっていう
なるほど。お互いに GP のタイトルを持つデデネ選手と、うん、超 CS のタイトルを持つユーキング選手の、おお、すごいなタイトルホルダー同士の、ね、タイトルホルダー同士ビッグマッチですね。そう、そういう意味では若干デデネ選手の方が、ね、この試合にかける思いが熱かったりします。そうですね、全国大会の経験はまだないので、うん、もしかしたらっていう野心があるかもしれません。試合が始まります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、これ先行後攻はあれなんですかね、予選順位が。順位で、でおそらくユーキング選手9回戦負けのはずなので、そうでしたね。7-2で上がっているってこと、おそらくユーキング選手が後攻なのではないかなと思いますが。手札伏せてますもんね。そうですね。デデンネ選手が先行のようです。さあ画面左側デデンネ選手が先行で、まず1ターン目のチャージから。まあ、魔道具ってことでやっぱ1ターン目のチャージから結構悩む感じなんですかね。そうですね、あとユーキング選手のデッキはおそらくあの配信などで分かっているのかなと思うので、それに対してあの必要な札と必要でない札、それを見極めていく1ターン目から、うん、それが必要になってきます。さあドゥポイズをマナチャージしましたね。さあ一方の右側のユーキング選手のターンです。はい、さあユーキング選手としてはまあドゥポイズのチャージを見て水合い魔道具でほぼほぼ確定でいいので、うん、それに対して、まあ、できるだけ早く攻めつつ、できればシンクロフェアリーを横に添えながらっていう展開を持っていきたいっていう感じになりますね、うん、これはあの早めにクライマックスジャオガーを出すっていうあれですよね、うん、あボゲームチャージしてエンドですね。水がなく、はい、闇闇チャージで水文明のマナがないのか、まあ、それとも手札しっかり揃っているからも必要ないのか。さあユキング選手しっかりと2ターン目はエスメルで1マナブーストですね、はい、いい滑り出しですよね。まあ、次のターンの朝までラジオっていう、はい、さあここで水分マナが駆けつけてバレットさあバレットで2枚ドローで1枚捨てですね。はい、さあ、まあ、魔道具を捨ててゼニスザークに備えていきたいところですね。さあ、さあ画面右側のユーキング選手のターンです。何かと最近はあれですよね、あの相手からガイアシュカイザーが飛んでくるだとか、はい、ボンキゴマイムがいるから打てないだとか、そういうので朝までラジオを打ちたくても打てないみたいなカードになってるんですけど、うん、このタイミングにおいては基本的に朝までラジオは打ち毒カードになってくるので、うん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 、ここ一気にそのエスメルラジオっていう一番強い展開を押し付けていって一気にゲームの主導権を、ユーキング選手は握っていきたいって考えるじゃないですかね。なるほど。さあチャージしたカードはあでもアーテルグリニー3マナ水闇自然3マナということはやっぱりデッドダメですね。ですね、はい、おなじみのトレードマーク伝統の動きっていう感じですかね、はい、そうですね。さあ手札マナ墓地、さあここにシンクロフェアリーまでバトルゾーンに添えられるとさらにあのゼニスダークに対しての回答も作れるので嬉しいところです、ね、おなるほど。水文明をここでマナに置きましたね、はい、で2マナがある。さあそのラジオはもう使わないとからのさあ2マナおシンクロシンクロフェアリー、あシンクロフェアリー、はい、これで、ゼニスザークに対してもそのゼニスザークをバウンスし返して相手 の獲得するリソースをできるだけ少なくとどめるっていうことができるようになります、うん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 、さあ僕でをチャージ。さあ4マナ4マナということはボゲームですね。ボゲームですね。あでターン終了時、はい、ターン終了まで行って手札のゼニスザークを宣言と。さあこれで、まずデッキの上から13枚ボゲームで落ちた後に、まあ、その中から、はい、まあ、このボゲームも含めてですけれどもゼニスザークの、下に送る6枚のカードを選ぶ。面白いカードが見えてますね。これ噂のやつですか。これはダーンはジグスガルビですかね。ジグスガルビですか。はい、がおそらく見えた気がしますが、あ本当だジグスガルビだ。おおおおすごいすごい。さあジグスガルビ多分この後、はい、とりあえず無月のもんで、デニスザークが出るんですが、それが出るとそれに反応して湧いてくるのがこの魔道具兼ムーゲッツのジグスガルビさんですね。はい、ムーゲッツいましたね、はいはい、ダブルブレイカーのパワー6000でしたっけね。そうでしたかね。特に大きな能力はないんですが、あのやっぱり魔道具が出てくるっていうのが強力 で魔道具が出るっていうことはさらに無月の門が開く、はい、あの無限無月の門であるガルラガンザークがそれにつられて出てきたりだとか、あるいは単純に打点として優秀だったりとか、うん、そういうのでかなりいい一枚なんですよね。さあとりあえず、ゼニスザークで相手のクリーチャー相手の手札1枚ずつも多いなのでその分のドロードロー、そしてジグスガルビがゼニスザークに反応して、そしてガルラガンザーク、おーおーそしてガルラガンザーク、なるほど。あこのガルラガンザークはこれはかなり強そうですね。本来はボゲームのターン終了時の効果ではガルラガンザークって出ないんですけど、はい、これジグスガルビみたいなカードがあることによってあの一気にあのゼニスザークガルラガンザークっていうすごい強い盤面を作ることができるっていう、すごいですね。これはデデンネ選手のデッキテックが光っています。
これはあしかもボゲームを突っ込まずに、はい、あなるほどジグス絡みも全部残してアタッカーとして、なるほどなるほど、でこれで、返しのターン、返しのターンってここでシンクロフェアリーのメガラストバーストの効果でゼニスザークをバウンスすることができるんですが、それをされたとしても打点が十分に残っていると。でしかも手札もたくさんあるので、はい、まあなんかさっきと見違えるような場になってしまいましたよね。そうですね、ね、だいぶ強く。あ、ただここは踏み倒しに対応して、ダイヤッシュカイザー、ダイヤッシュカイザー、おーおー、あ、ターン終了時の凄まじい応酬が、すごいや。ターン終了時やばすぎません？さあ、いろいろと動きました。ガイアッシュカイザーがタップせずに相手がクリーチャー出してきたので、それに反応して出てきましたね。はいはい、さあゼニスダークのハンデス抜かれませんでしたね。抜かれません。そうですね。確かに抜かれませんでしたね。しっかりと。はい、さあここは。ユキング選手のターン。さあこれはなんか予選ラウンド別の回戦でも見ましたが、うん、ジャオガ側がこの5マナでチャージすると6マナの状況ですけど、この状況のガルラガンザークが結構重いっていう話でしたね。はい、そうですね。ここクライマックスジャオガを出して走るっていうことができない場面になってくるので、そこをどうしやってうまくごまかしていくかっていうのは大事になってきます。さあ当てるゴルギーニの多分3枚目をチャージですかね。さあ、さあ3マナ、お、デドダム。デドダムですか、これは。ですかね。これはジルコ、あ、ジルコ、はい、ブロッカーを出すことによって、はいはい、次のターンのリーサルを牽制してますね。なるほど。さあ2枚ドローの1枚捨て。あ、そうか、ゼニスダークはターン終了時なの で墓地が今ないので、まあ、ブロッカーをどかされる可能性はちょっと減ったかな、そうですね。あ、でもボックドゥとかあるから、ボックドゥなどはあるんですけど、ボックドゥでマナを使ってしまうとバトルゾーンのボゲームがどかせられない可能性がある。ちょっとさっきあのゼニスダークの下にあった窓が何だったかをちょっと把握できてなかったので、はい、なんですか、ドゥポイスなどがあればそのボゲーム、はいはいはい、お、ラッキーナンバーここにあり、さあこれ はちょっと宣言が、まあ、6ですかね。あ、そう、6っぽいですね、6っぽいですね。さあこれで、6コストの、左側デデンネ選手側のクリーチャーが攻撃できないという状況になりました、はい。これで、ターンが返りますが、ガルラガンザークダブルブレイク、ボゲームトリプルブレイクなので、まあ、このターンでとどめは多分させないので、デデンネ選手はボゲームを、どうにかしてどかさないと13枚墓地に落ちて自爆する可能性があるという状況ですね、はい。なのでそれを回避する手段としてはドゥポイズで破壊するとか、うん、エアボで手札に戻すとか、あるいは、そこら辺になりますかね、はい。さあどちらかの手段は取りたいと、はい、どちらかはしないと負けになってしまいます。手札自体はむちゃくちゃありますよね、はい、そうですね。さっき戻ってあの下に引いてある6枚が戻ってますからね、結構な数は戻ってますね。さらにエアボをマナに置いたので、おそらく何かはあるはずです。さあバレット、さあ2枚ドローして1枚捨てます。さあただ残り3マナですね、はい。ドポイズがおっとジグスガルビーですかね、かなり入ってますね、はい、ジグスガルビー。そうですね、3枚目、ね、おっと闇含めて2マナ ありましたね。ドポイズさすがにあると。さあ、左側は2体破壊で右側に自分で選んで1体破壊してもらう、はい。さあボゲームとジグスガルビーが割れました、はい。まあ、ジグスガルビーは無月の門を使えば簡単に墓地から蘇生されるので、うん、ここ、全然痛くないっていう、むしろプラマイゼロって、うんうん、むしろプラスまであるっていう、うん、さあいくらでも蘇ってくるところが売りのジグスガルビー。そしてこれで魔道具6枚ある、はい、そうですね、墓地の窓が 1,2,3,4 枚とバトルザーに2枚でぴったりあるんじゃないかなと。これゼニスザークじゃなくてもしかしてガルザークでも意外と良かったりしますか。そうですね、まあ、ここガルザークを出すと開始のターンにクライマックスジャーガーを投げられることはないんですが、はい、あのその分魔道具を消費してしまうので、うん、なんていうか魔道具を消費しつつ自分のバトルゾーンの打点が少し減ってしまうのが少し気にかかるところでありますよね。なるほど。ただ、とりあえずここは、ガルザークを出して、はい、対戦相手はターン開始に3枚しかマナがアンタップしないという、まあ、ちょっと動きづらい状況になりますね、はい。あ、でもこれをやっておかないとクライマックスジャオガで走られて負けてしまいますから、ね。そうですね、はいはいはい、また7マナ目になるとこだったんですもんね、はい。そうですね、さっきは、マナが足りないので母なる聖域っていう踏み倒す手段でしか、うん、出せないので、うん、ガルラガンザークがやっぱ刺さってたところですが、まあ、このターンはこのガルザークのマナを縛る効果がなければ、7マナで普通に召喚されちゃうので、はい。まあ、ガルラガンザークどかしてクライマックスジャオガが走ってくるっていう状況になってしまってたわけですね。でこのターン使うマナを2マナまでに抑えないと次のターンにクライマックスジャオガを出すことはできないっていう形になります。なるほど。そうですね、今5マナアンタップなんで、まあ、チャージしてっていうのを考えると基本的に4マナ、ターン開始に使えるマナが増える感じですかね、はい。その関係でさあ何もせずにターン終了と。そうですね、
やっぱりお互いにうまいですね。そうですね、ここの行って行ってキャッチボールがかなりお互いに達人同士が盤面で会話してますもんね、はい、これね、的確です。さあボゲンもチャージしました、はい、さあただデデネ選手はここでかなり自分のリソースを使ってこの盤面を作ってしまったので、はい、それをどうやって巻き返していくかっていうところは見ものですね。そうですね、先ほど説明あった通り、はい、墓地の魔道具が結構このガレザークを使ったことによって消費されているので、はい、デニスザークとかをどうやって出すか、墓地2枚しかないですもんね今ね。そうです、そうですね、今しかも両方とも魔道具ではない、魔道具ではないゼニスザークと秩序の石ですかねこれ、はい、やり方があるとすれば一旦破壊します、あの子たち除去カードなどで相手のバトルゾーンを少なくして、うん、クライマックスジャーゴを投げられたとしても何か鳥が1枚何でもいいからそれで受かってしまう状況を作るとか、うんうんうん、まあ、そういう形になってきます。さあエアボ、エアボで下にあるカード、あ、なるほど、なるほど、ドゥポイズを回収、下にあるドゥポイズを回収する、うまいですね。あーあーあー、なるほど、あで2体とも破壊するんですね。ジグスガルビーが出てくるので、ああなるほど問題ないっていうむしろここの、まあ、自分の墓地の魔道具の枚数とかを調整するために一度ガルラガンザークも解体したって形ですかね。いやーなんかちょっと魔道具なんか出てからだいぶ経ってますけどなんか凄まじいデッキになってますね。なんかねぶっ壊したりとか作ったり解体したりみたいな、はい、むちゃくちゃ使われてますよね。そうですね、そしてここでしかも出てくるのはデニスザークになりますね、はい、無月の門絶が開きゼニスザークが出ると、でそして、その無月の門絶に反応してジグスガルビが出てそれに反応してガルラガンザークが出る。ひょーさあゼニスザークガルラガンザークという場面が再び形成されるわけですね、はい、さあガイアシュカイザーを破壊するかどうか少し迷うところですね。ガイアシュカイザーはバトルゾーンにガイアシュカイザーがいると2枚目のガイアシュカイザーは飛んでこない。はい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 、はい、まあ、どうするかっていうのを悩みます。ああなるほど、さあここはエスメルを破壊してハンデスっていうところですね。さあジグスガルビを大量展開しに行くかどうか。さあハンデス、クライマックスジャオガが落ちて、クライマックスジャオガをさあ落としていく。1枚ドロー、まあ、1枚かどうかわかんないけど、ドローを見てからジグスガルビの効果は考えることができます、はい、2枚目のドロー。さあジグスガルビが3体出てくる、て湧いてきた湧いてきた湧いてきた。さあジグスガルビ、そしてさあガルラガンザークはでも出ないのか、ギリギリ出るっちゃ出るけどみたいな、ガルラガンは出せるんですが、はい、ガルラガンを出さない方があの打点は増えてるって形になりますね。あ、なるほど、あ、でも出してきましたね。出すことで、そうですね、やっぱり聖域からの展開を咎めたいんですかね。朝までラジオから聖域とかなんかそういうのも結構怖いですもんね、はい、で、ここクライマックスジャオが1枚で走られたとしても、うん、何か鳥が何でも1枚で受かってしまうという形になります、はい、さあ、というところで、手札をもがれて盤面も破壊されたユーキング選手どう返していくでしょうというターンですね、はい、さあクライマックスジャオがさえあれば、うんうん、一応だ相手の盾に祈りながら突撃はできます、はい、ブロック回転、おお来た、行くしかないよな、本当に。さあクライマックスジャオが、さあお互いのシールドが3枚になります。クライマックスジャオが、さあトリガーではないですね、燃えたところは。いやではない。さあジャオがアタック。さあまだブロッカーを破壊してハンデス。さあ秩序の石を抜けるか、秩序の石を抜けるか。そうか、秩序の石もあるんですもんね。ああ秩序の石はない。さあ問題はここ、トリプルブレイク。トリガーは取った。おお取った。いやーすげえ。じゃベスト32ユーキング選手の勝利です。おめでとうございます。ここまで積み上げてきて最後にない、いやないいやないのか、通りましたね、それもまたデュエルマスターズですよね。いや面白い試合でしたね今のも。おそらくなんですけど、秩序の石の枚数を削ってジグスガルビを採用していると思うので、うん、もしもあそこ手札に秩序の石がなかったとしたら、あのゼニス、あのクライマックスジャオガでシールドを墓地に落としたときに相手が、はい、あの1枚カード引けたので、うん、あのゼニスダークの効果で、あ、そうかそうですよね、そのドローまで見なかったってことはそもそも手札に秩序の石がなかったっていう形なんだと思いますね、うん、だからそうですね、秩序の石はおそらく1枚とかしか入ってなかったんじゃないかな。じゃああの1枚だけを見せて、はい、対戦相手からしたら秩序の石入ってるんだって気持ちですけど、デデンネ選手側からしたら、あ、もうないや、あーなるほど、ないかなとは思います、ね、あーなるほど、でもそこを削ってないと今の場までたどり着けてなかったですもんね。いやーすごい勝負でしたね、これは。あーすごーい。あ、もしくは本当に秩序の石は持っていたけど、あのシールドがバレットゥバレットゥコンパドゥだった。でも確かに確かに燃えたシールド全部闇でしたよね。闇でした、ね、そっかそっかそっか、そういうこともあるかも。あーなるほど、もしかしたらそういう話を今ユーキングさんとされてるかもしれません。一枚やっぱり一枚なんですね、墓地にありましたもんね、はい、墓地に1枚あった。やっぱりそこの枠を削ってジグスガルビで前寄りにあのチューニングをしてるんでしょうね。
これは結構奥深いゲームでしたね。でしかもまあ走りましたけど、その前に的確に1枚落としてましたもんね、はい、あとガリザークが出た返しに何も動かなかったところですよね、はい、いやそんな、素晴らしいゲームを制しましたユーキング選手にお越しいただきます。ユーキング選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、どうぞどうぞ、あのつけて耳をね、ごめんなさい、つけていただいたとマイクを持っていただいてます。あ、大丈夫です、片方で大丈夫です。とマイクの方をお持ちいただいていいですか。はい、大変な試合でしたね。いや通ると思わんかったですよね。まあどうせ土持ってんだろうなみたいな、あっこ見てんかったしなみたいな。でも行かないわけにもいかないですもんね。いやそうですね、ゼニスザークで、何抜かれてもいいようにクライマックスタワーが2枚抱えといて、もうここしかないと思って、まあ踏んだらもう下ないっつって、でクラジャで鳥が落ちんくて、まあ踏むやろうと思ったらありませんって言われて、通るんかいみたいな。それまでもでも散々追い詰めて、何度も追い詰めたけど相手もガンガン返してきて、いやそうですね、あとまあ本当外野手のおかげですね、勝ったのは同期のワンドローで外野手引いて、これ出せるよなと思って一応踏み倒しましたよねみたいな聞いて、あの長い長いあのターン終了時の時ですよね、ワンドロー前でこれ出せるよなと思って一応確認して、あ、もうちょっとだけマイクすいません、はい、いやすごい試合でした。あのぜひぜひお二人からもね、あのご質問お願いいたします。いや本当に見事な試合でした。はい、ただ一個だけちょっと失礼なこと言っていいですか。あのフィーチャー席で勝ってるところ初めて見ました。初めてです。ノラちゃんにも負けたし、今日の予選再戦も負けたし、そうですよ、ね、全国ボッコボコにされて、なんかユーキングさんってめちゃくちゃ強いのに、うん、なんかフィーチャー席に来るとなぜか勝てない。いや大型大会マジで弱くて、はい、調子エースもどうせ負けんだろうなとか思っとって、確かに今日ラウンド9負けちゃってましたもんね。負けてオポ上がり105位で、あ全部5点やんみたいな。いやいやいや、でも本当に見事でした。よかった、はい、このまま頑張ってください。ありがとうございます。してます。いや、どうぞどうぞ。はい、いやでもちょっとなんか僕がなんか言えることもなんかもう試合見てて、あそっかそこそういうプレーなのかみたいなのとか、なんかその逆に僕が勉強させてもらうような場面がすごい多かったんで、あの体力とか大丈夫ですか。だいぶ疲れました。今の試合相当精神力削られましたよね。そうですね。いや、そうですね。いやちょっとぜひまだ何回か試合あると思いますんで、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ちょっとごめんなさい、最後にあの、はい、私勉強不足であんまり詳しくないんですけど、はい、あのムーゲッツ使う方ってとすごい慣れてるんですか、対戦は。そうですね、チューブであのアーチとか、はい、そこら辺が青クロマ道具好きで、うん、よく練習したんで、立ち回りは分かってるんですけど、結構じゃんけん芸で、で順位選考105位なんで、はい、もう全部後手 でそのまま1回戦目青黒魔道具、うん、2戦目が青魔、あ新世界の方の青魔、はい、3戦目青黒魔道具で全部後手みたいな。しかもなんか毎回ジャオがね結構通らないだろうみたいな。しかも1人ボックル1枚で止まるとか、なんかラガンあるからエアボ1枚で止まるしみたいなのが全部通ってるっていう。でも逆に言うとそんなギリギリの試合をここまで勝ち続けてるわけですもんね。まあ運がいいです。ある意味だからなんか持ってるかもしれないですよね。まあ、そうですね、今日ね。ね、ぜひ、だいぶいいところまで来ました。ちょっとね、みんな見てる皆さんも応援してらっしゃると思うので、一言だけ最後にお願いできますか、うん、ちょっと16緊張やばいっす。やばいっすよね、かかってますもんね。そうですね、32とかだったらいいんですけど、16はちょっと、うん、負けたらやばいっす。そうですよね。震えちゃう。ぜひこの後も頑張ってください、はい、ありがとうございます。ユーキング選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやすごいね。いやすごい試合でしたね、はい、本当に。お互いのプレイングがもう構築も、うん、そうすごい高いレベルでぶつかった結果ですよ、ね、うんうん、あの途中までやっぱ運に頼っちゃいけないプレーをしなきゃいけないけど、最後は頼ったプレーもしなきゃいけないんですよね。、はい、そうですよね、本当にすごい。これがデュエルマスターズでございます。面白かったです。ぜひこの後もね、熱いデュエルマスターズの試合が待ち構えてますんで、ぜひそのままでお願いいたします。その前にでは CM をご覧ください。